ジーマライフとかいう話がありました、一番安くね。まず、例えばね、まあ、続きなんですが、例えば、WebX が 2X プラス5となったときに、ここが1だったら、この F によって、7になりますね。で、2だったら、まあまあ、9になります。じゃあ、F インバース。F インバースをしたらどうなるかというと、まあ、Y イコール 2X プラス5を、まあ、Y 引く5が 2X、X が2分の Y 引く5。ということは、F インバース X は、2分の X 引く5。X とは入れ替えるんですよね、確かね。そしたらこれ9を入れたら、9引く5は4。2分、だから2になってます。おお、なったわけね。これが逆関数でした。じゃあ今のさっきの話ですけど、例えばさっきのニュー X 軸が、まあ、こんなやつとこんなやつがあったときにこういうふうになってます。したらここでハートマーク1001で、今度これがさっきの3115だとします。そしたらこれハートマークになります。そしたら A、 さっきベクトルだから XY でしたね。そしたらこれなんでしょ。で A インバースをするとこう戻るでしょ。ってことはよく見てください。これ基本似てません。これ FX でしょ。それが1個 Y がついたら行列でしょ。要するに今まで一次元の世界がここからここに移りますが F です。F ということです。で、今度は二次元になってやるのがこの A になったわけです。だけどこれ XY ってなるでしょ。今まではここが1個だった。まあ2個になった。こういうことです。で、よく言う F マル G ってなったときに、これが X でしょ。したら F の先に G をして F をするってなったでしょ。したら同じですよね。例えば BAXY やったら先にこっちをしてその時こうでしょ。同じでしょ仕組みは。ほら先にこっちやってこうとか、だから全く同じ仕組みだったんです。これが関数で、まあ関数はだから1文字だよね。でこっちは行列ってそれだけの話です。何のこと仕組みは一緒です。よろしいでしょうか。ということです。はい、いいですね。はい。